こんにちは、沼です。パワフルサッカーやっていきます。今回は、シュートコラボ記念無料10連ガチャと、無料ガチャをやりたいと思います。で、シュートとのコラボが来ましたね。僕は漫画の方を読んだことがないので、ぜひ、詳しい方、コメント欄で教えてください。そして、サクセスについても教えていただきたいです。で、まあ、期間中にサクセス1本くらいは出せればいいかなと思っていて、で、全くまだやってないので、この高校が強いかどうかもわからないし、イベキャラもね、金徳確定がそれなりに来てるんなら、まあ、引いといてもいいよな、という感じはしています。で、何の情報もないので、ひとまずは、まず、ガチャっていこうかなと、無料分をね。で、金ゲドお祭りガチャとかも、割と引きたい感はある、という感じですね。では、まずこれから行きましょう。でもすごいよな、無料ガチャって。毎回やってほしいな。新ガチャ来たら、ね、10連無料です。かなり新しいよ。はい。まあ、期待してない、こっちは。出るかな。で、一応、普通の、ガチャの方も3回目6回目で SR 確定で6回目はピックアップですね。いや、確定だったら強そうだけどな。さあ行こう。頼もう。突き抜け。はい無料だからね、仕方ないね。おお、強えな。ガチャ引いとくべきだったかな。19歳ね、強いね。トラップ、キープ、パス、展開力、バックスピン、フリーキック、司令塔だもんな。はい、ということで無料10連はそこそこ PR が出ましたという感じですね。あとはこの掛川高校のキャラたちがね、まあどんぐらい強いのかなっていう感じかな。本日分終了。で、新しい高校もね、まあこういう感じで来ているのでこれファンはもう激アツいだろうな、という感じですね、掛川高校と。なので、もうすでにサクセスをされている方は逆に僕にアドバイスをください。僕はもう本当にまだやってないので全くわからないです。で、まあ、パーサカ自体も続けてはいるので、まあちょこちょことは動画を上げたいなとは思ってます。毎日ベースとか結構頻繁には上げられない、まあ上げるのちょっと難しくなってきたので、まあちょこちょこゆっくりやっていければいいかなと思ってます。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下の僕のアイコン、もしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。